皆さんおはようございます。今日は令和5年7月の17日、今日は月曜日になりますか、祝日、海の日ですね。今日はなんと、賑やかですね。これ、菊チャンネルさんのね、今日しんのすけくんとトラチさん、それからね、これはせいちゃんになるんでしょうか、まあ、来ていました。今日ね、うちのテッド君のね、彼女の日本ハムのね、ファイターズのね、ファイターズガールを紹介しました。昨日ね、名古屋から帰ってきました。名古屋も暑かったですけど、埼玉も暑いですね。もう降りた瞬間、家帰ったらばもう嫌になりました。エアコンガンガン焚いてね、それからシャワーを浴びて、ようやく落ち着きました。で昨日はね、東京ではお盆の、送り火ということでね、お盆の送り火でご先祖様を送りました。そしたらね、今日文次郎君がもう朝お腹減ったということで、またね、何を買ったかというと北のサラダポテト、それからね、もう文次郎君大好きカレーですよ、カツカレー。もうセイコーマートのね、このカツカレーどうしても食べたいということでね、今やってきました。そしたらね、菊チャンネルさんがいました。あと今日面白いのがあって、カルピスウォーターがね、ありました。で今ね、菊チャンネルさん、いつもだとね、バイクで来てるんですけど、どうしてなんでしょう？ああ、今ちょっとバイク修理中なんで、まだ帰ってこないんで、今車なんです。はい。また直ってきたらね、バイクで来ようと思います。はい、ありがとうございます。ということでね、バイク YouTuber の菊チャンネルさんが、お車で来てるということで、珍しいなと思って、今ね、お声掛けさせていただきました。それから今ね、ちょっと店内を見回したところですね、今ここら辺にね、多分出てると思いますけども、北海道フェアでね、札幌クラシックビールをね、販売しています。私もね、札幌に行った時にその工場に行って生のね、札幌クラシックを飲んだ時うまかったですね。やっぱりね、札幌クラシック北海道限定だけあったね、そんなに数がないみたいで、そのね、札幌クラシック缶でこちら置いてましたんでね、北海道フェア今のうちです。ぜひね、皆さん買いに来てください。その味を飲んだらば他のビールは飲めません。ではね、今カレーを食べて、また菊チャンネルさんとね、ちょっとお話をしながら、今日はね、どうしようか、ああしようかと考えます。今ね、菊チャンネルさんたちと、ね、ご飯を食べていろいろと話をしていたら、なんとね、中川翔子さんがセイコーマートの商品をね、上げてくれてるということで、菊チャンネルさんがね、今日も6回見たということで、その動画をね、ちょっと一瞬見たんですよ。なんと日本最南端のね、セイコーマート星野さんでした。私ね、埼玉県の9店舗でしたらば、一瞬見ただけでね、どこの店舗か分かりますので、菊チャンネルさんもね、星野さんじゃないかって言ってたんですけど、もう間違いなくね、セイコーマート星野さんでした。日本最南端のね、セイコーマートということで、私ともね、紹介しております。今日はこれからね、そこのチーフとね、結構私顔見知りなので、話をしに行きたいなと思っています。あとね、セイコーマートの関係者の方も多分私知ってる方見てると思いますんでね、いい宣伝になったんじゃないかなと思います。私どももね、関東にセイコーマートを増やす会ということでね、活動を続けています。おかげさまでね、結構賛同者の方が増えていただいて、セイコーマートのことをね、関東から発信していただいている方が非常に多くなっています。皆さんもね、ぜひセイコーマートを検索してね、関東の方も、埼玉県、茨城県にはたくさんあります。特にね、埼玉県は東京とか神奈川に近いので、ぜひね、来ていただければなと思います。一番の推しはね、やっぱり日本最南端のイートインコーナーのある橋本さんです。こちらに来ていただければね、イートインコーナーだいたい18席ぐらいありますので、そちらでゆっくりできます。遠くから来ていただいた方にはね、イートインコーナーでゆっくりホットシェフを食べていただいたりね、アイスを食べていただいたり、この暑いのでね。ただ忘れていけないのは、消費税 10% お願いいたします。イートインコーナーでね、食べていくときは必ずレジでね、これとこれはイートインコーナーで食べますよということでね、お伝えいただければなと思います。ではこれからね、もんたろくん、もんじろくん、セコマート星野さんにちょっと行ってみます。皆さんおはようございます。ゆうたろうともんじろです。今日は令和5年7月の17日月曜日です。時刻はね、午前9時になりました。今ね、現在
埼玉県地方はもう30度を超えました。ここはね、日本最南端のお店、セイコーマート星野さんです。実はね、最近このお店、ミュージシャンでもあり女優でもあります中川翔子さんがね、こちらに来たということで、文次郎君その動画を見てね、やってきました。今ね、チーフの方もこちらの方でね、撮影していったよということでね、ツイッターの方にはね、こちらの星野さんということで出てたらしいんですけど、私でもね、それを見逃してしまいました。こちらのね、ちょうどこの駐車場で皆さんね、写真撮ったり動画を撮ったりということで、このお店の前でね、動画を撮っていったそうです。このね、日本最南端のセイコーマート星野さん、高速道路のね、八潮南パーキング、インターからですね、すぐそばなので、もしよかったらね、検索してみてください。ここがね、埼玉県で、というか、東京でね、一番近いんじゃないでしょうか。我々もね、よくこのお店にやってきては、いつもね、買い物をしています。今日は、セイコーマートね、橋本さん、埼玉県吉川市にあります、移転コーナーのあるね、セイコーマートでご飯を食べていました。それで仲間がいまして、中川翔子さんのね、話になって、今ね、盛り上がってこちらの方にやってきました。それでね、まあ、チーフの方ともお話をさせていただきました。ではね、ここで今日はね、夕飯の買い物をして帰ろうと思っています。今、文次郎君はね、買い物が終わりました。今日は夕飯ということで、暑いのでね、もう食欲がないので、朝はね、先ほど、セイコーマート橋本さんで、カツカレーをね、食べました。文次郎君はいつもね、カレーが大好きで、カレーを食べています。今日はもう、夕飯は暑いので、さっぱりしたものということでね、今日お蕎麦にしました。あと、100円惣菜のね、ごぼうだとか、そういったもの、あとね、ホッケがありましたんで、ホッケも買いました。最近はね、もう皆さんご承知の通り、私も年を取りまして、代謝が落ちてきましたんでね、肉を食べるともたれちゃうし、肝臓もね、かなり悪くなってきているので、お魚をね、食べるようにしています。セイコーマートでもお魚のね、焼いたものや煮たものが結構置いてありますので、それを買っています。いやでもね、嬉しいですね。星野さん、こちらにね、中川翔子さんが来て、ここでね、動画を回し写真を撮っていったということでね、非常に嬉しく思っています。ただ残念なことにね、今ね、話したチーフの方はですね、ちょうど休憩中で、もう表に出てきたときはね、こちらの方で写真を撮って帰られたということだったんで、ちょっと私は直接会ってませんということで、もしかしたら一緒に写真でも撮ったのかなと思って話をしたんですけども、そういう話でした。でもね、ここのセイコーマート、今ね、日本最南端のセイコーマート、埼玉県八潮市の星野さんなんですけども、最近ね、セイコーマートかなり知名度が上がってきました。北海道以外の、ね、方もかなり興味を示しておりまして、茨城県、埼玉県の、ね、セイコーマートを目指して皆さんね、結構やってきているそうです。このね、セイコーマート星野さんは日本最南端のお店ということで、東京にも近くてですね、結構いろんなところから皆さんやってきています。ナンバーを見るとね、ここは春日部ナンバーが主流なんですけども、その他にもね、神奈川だとか東京のナンバーがね、たくさんやってきています。私はね、ここが一番近いので、ここでね、いつも買い物をしています。ただね、ここはちょっと駐車場がね、6台分ぐらいしかないので、結構ね、車を止めるのに苦労する時間帯があります。特にね、お昼時なんかは結構皆さんね、ここで買い物をしていく方が多いので、止められない場合もありますけども、少し待てばね、車の回転は早いので止められると思いますので、ぜひね、このセイコーマート星野さん、埼玉県八潮市、一度足を運んでいただければなと思います。一歩ね、お店の中に入ると、そこにはね、北海道の恵みがたくさんあります。今日は北海道フェアで札幌クラシックがね、売っていました。北海道限定なので2本ね、私は買いました。普段はね、お酒一切飲まないんですけども、
札幌に行った時にね、札幌の工場でね、その作りたての札幌クラシックを飲んだ時の美味しさがね、忘れられなくて買いました。札幌のね、他のビールは売ってるんですけども、札幌クラシックというのはね、限定商品で北海道しか販売してないようなんですけども、たまにね、セイコーマートで販売しています。今日はね、その販売日ということでやってきました。いやー、しかしね、嬉しいです。どれだけのね、再生回数が上がるのか、そしてね、ここをセイコーマートをね、どれだけの方が知っていただけたかなと思うと、我々ね、関東にセイコーマートを増やす会総括支部としてもね、大変嬉しく思っています。文次郎君も大満足です。Thank you.